メンテナンスをしなければいけない頃だったのだ。封印もメンテとかあるんだな。ということは、この扉の封印もメンテナンス時期ということなのでして。そういうことだ、エゾシンたちよ。天長、いや神様、部長、もし、まばし神よ、わしらに封印の方法を。だからまばしじゃ、いやが何か言ったにゃ。なあ、タンよ、今こそ覚醒するのだ。覚醒って何ですか？お前はスサノオを封印する鍵。覚醒し本来の力を取り戻さなければならないんだよ。ちょ、にゃにゃそれ、痛い、どういうこと。にゃたん、いや、何事ね、封印が解けたんや。吸い込まれる。みんな、スサノオの領域は他の神々では干渉することができぬ。頼んだぞ。ここがスサノオの封印された世界。なあちゃん、どこにいるにゃ。わらわたちをあえて招き入れたようね。悪しき気でいっぱいでございます。向こうもやる気満々って感じですわね。ミスタースサノオはどこね。探す手がかりは神様の話も途中だったでしです。感じる、ここにいるはずだ。マジで？なんかおっかない。サノオって強いんだよな。ビビってんじゃねえ。とりあえずここにおってもしゃあない。これはスサノオの悪しき気の塊だ。向こうからお出ましや。ふっ、たかー、よっしゃ、みんな行くで、日本を守るや。まずはこやつらを排除すれば。私の敵ではないですです。あなた一回死にましたの。あら、ですです。もしもし、例のプロジェクトどうなってます？オーク、これ
10億で済みたい。私に触れるなんて千年早いですわ。危ねえ。えい、明日ウイルスは撃退よ。そうね。もうたーなしゃこー、エンドドロップキック。あなたの運勢を占うでございます。今日の運勢大凶でございます。モーター、スペシャルパンチ。全部ぶっ飛ばしたにゃ。とっととナータンを探しに行くにゃ。そんな、せっかく倒したのに。スサノオ本体から力が流れてきているようじゃ。ってことはこの子たちまた復活するわ。やはり神様の言う通り、にゃっとなーたにスサノオを封印させんとあかんようやな。うん、あそこか。巨大な悪しき気の塊を感じる。オッケー、だったらとにかくあそこににゃーたんをゴーさせるね。はっ、さっさと行きやがれバカ猫。そこにナータンもいるかもしれない。ほんとにゃ、わかったにゃ。ナータン、どこにゃ、どこにいるにゃ。ナータン、ナータン、今ナータンの声が聞こえたにゃ。そこにいるにゃ、ナータン。見覚えのあるでっかいのはスサノオおじさん。スサノオおじさん、今ナータンの声がしたにゃ。ナータンはどこにゃ。スサノオおじさんと戦ってて、つかさっきは手離しちゃってごめんにゃ。一人になって怖かったにゃ。はい、怖かったです。でもなんで怖かったのか分かったんですにゃ。あのね、にゃーたん、
神様が言っていたように封印の鍵だったんです。エト娘じゃなかったんです。そうなんや。ニャータン、スサノオの家にいた猫を覚えてますか？もちろん、かわいい猫ニャンだったニャ。その猫がナーです。ナーは封印の役目を果たすために猫の姿でスサノオのそばにいました。ずっと一人で。でもニャータンが遊びに来てくれるようになって、喉を撫でてもらって、おやつを食べて、一緒にゴロゴロして、たくさんフォワーってなって、たくさん楽しかったです。ノート、この姿になってからもニャータンと一緒だと嬉しい気持ちがいっぱいでした。だからそうにゃ、そうだったにゃ。あの時スサノオおじさんを封印した時、猫ニャンがニャータンハンマーになってくれて、それでスサノオおじさんを封印できて、猫ニャンがニャータンハンマーで、ニャータンハンマーは何だったんだにゃ。ピンポンピンポーン、正解です。ニャータンはここにいますよ、ニャータン。ちょうだ頼む、ニャータン。出るにゃ、行くにゃ、ナータン。はい、にゃーきゃー、ナッシュ、ナッシュ、ニャータン、その調子です。よっしゃー、にゃっ、にゃっ、にゃっ、もう少しです。最後にど真ん中にきついのー、バカモニャーね、ナータン。はい、なんか疲れてるにゃ、ナータン。いえ、大丈夫です。いやいや、これ明らかに弱ってるにゃ。平気です。ナータン、どうしたにゃ、なんか変にゃ。何をしておるにゃ、ナータン。この声は神。早くスサノオを封印するのだ。ナータンのエト玉を使って。ちょいちょい神、何言ってるにゃ。エト玉なんか使ったら封印をもってしてナータンの存在は終わる。それがナータンの役目だ。はやめるにゃ。なんだと。もうやめるにゃ。やめやめ、スサノオおじさん封印するの。やめるにゃ。封印しなくてもとにかく吹っ飛ばせばにゃ。ニャータ、もう分かっているのだろう。スサノオを封印できるのはナータンだけ。あの時と同じ、そのハンマーだけだ。でも、ニャータンとナータンならできる。でもでもでも、ナーは消えてなくなっても、ニャータンハンマーはそばにいます。ニャータンがくれた悲しい気持ちもずっとずっとナーの胸にあります。だからお願い、一緒に戦って。大好きです、ニャータ。ついにあった。はい、イエイ。大好きなナータンのお願いなんて、はい、聞かないわけにはいかないにゃ。嬉しいです、ナニー。はぁー、次に更新やんけ。ご苦労であった。皆の尽力でスサノオは再び封印された。礼を言うぞ。
ミャータン。ただいま。おかえり。何このごちそう。アンさんの修学旅行お帰りパーティーのためのごちそうや。シャータンのおごりだとよ。どうやらシャータンが株で儲けたらしい。へえ、すごいね。日頃お世話になっているお礼よ。特製ごま油をちょい足しでーすでーす。これじゃほとんどごま油テイストね。タケルさん座ったら疲れたでしょ。うん、ありがとう。お土産くれにゃ。八橋だけで足りないにゃ。あれ、まだ届いてない。一切合切届いてない。宅配したんだけどな。到着は明日の予定よ。明日まで待ちきれないから前払いで済むならくれにゃ。いや、前払い土産って何。